枝っこだっこ。どうも、ウエダックスです。本日はこのカプリコ、犬のしつけについてですね、簡単に、私ね、実はまともに犬を飼うのはこの子が初めてなんですね。ですが、何ですか、テレビとかいろんな情報で犬のしつけの仕方ってあるじゃないですか。あれで大体分かってたので、その通りにやればいいのかなと思ってこの子をしつけました。はい。で、まず一番最初に買ってきてすぐの状態なんですけど、多分お子さんがいらっしゃるところは難しいと思うんですけども、ケージから出さないことですね。最初にケージを何ですかね、自分の居場所なんだよって覚えさせるのが大事。これがだいたいね、1ヶ月ぐらいかかると思いますが、どうしてもお子さんとかがいると犬と一緒に寝たがったりとかね、すぐケージから出したがったりすると思うんですけども、そこは我慢我慢ですね。で、まあもちろん、何時間かに1回は出してあげて一緒に遊んであげたらいいと思うんですけども、基本的に最初の頃はケージから出さない、これが大切です。はい。そして一番大切な無駄吠えですね。何ですかね、泥棒対策とかで飼われてるんならガンガン吠えてもらったらいいと思うんですけども、どうしても留守番とか夜の音とかね、吠えちゃう犬になっちゃうことが多いと思うんですけども、あとお客さんが来た時とか、無駄吠えはですね、よく、もちろんこれもテレビでやってるんですけどね、犬っていうのは基本的にやってよかったことを繰り返すんですね。吠えていいことがあったから吠えるんですよ。わかりますかね。だから吠えた時に嫌なことが起きれば吠えなくなるわけです。それが一番やりやすいのが音ですね。テレビでやってたのは風船をパーンって割ったりしてたんですけど、わざわざ犬が吠えるたびに風船を用意するのは大変じゃないですか。だから私が使ったのはペットボトルです。1.5 リッターのペットボトル、あれをパーンって叩くんです。こいつが来た初日にいきなりキャン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 吠え出したんですけども、そっからスタートですね。で、ピークは1週間も続かないです。1週間もそれをやりつつ、吠えたら鳴らすっていうのを繰り返すだけで、1週間もしたら本当に吠えなくなります。これは本当にあっという間です。あとはけど、そこでやめてはダメです。ある程度、なんですかね、繰り返す。うん、2、3ヶ月したらもう、ほぼ全く吠えない犬になりますね。ただね、緊急的なことに関しては、うーって言ったり、軽くわって言ったりはしますけどね。それ以外はこいつはもう全く吠えません。はい。全く吠えないのもどうなのかなっていうのもあるかもしれないですけど、けど確かにそれでも滅多にならない音が鳴ったりすると急に興奮してワンって吠えちゃったりもしますね。はい。うん、その2つは絶対大切だと思います。あとは甘噛みですね。犬はバカじゃないので、基本的に相当なことがないとガブッとは来ないんです。で、飼い主だと理解してますんで、そう簡単に血が出るほど噛まれたりはしないと思うんですけど、やはり小さいお子さんとかに触れさせることがある場合っていうのは、やっぱり甘噛みでも気をつけないといけないんですよ。だから口に手を入れてもね、こう嫌がりますよ、嫌がりますけど、こう絶対噛まないで、じゃれてくる時にも甘噛みするじゃないですか。あれもね、基本的にね、歯が当たって痛いと思った時は痛いと発してあげましょう。すると犬は噛むのをやめます。ほんで、もちろん興奮したらまたグッてきちゃうんですけど、その時も痛いと言い続けるんです。で、自分から手を何度も近づけて、例えばぬいぐるみとかふってやるとガブって噛みにくるじゃないですか。それを繰り返しながらも指を入れる、ほんならたまに指を間違ってかぶって噛んじゃうんですけど、まあ甘噛みで止まりますけど、そこでも痛いって言ってあげると
より気をつけるようになるんです。でそれを繰り返しとけばもう絶対に噛むことはないです。歯が当たることは最悪ありますけど、それも何て言うんですかね、信頼してる人にしかやらないですから、小さいお子さん、知らないお子さんが来ても大丈夫ですし、絶対噛んだりしなくなります。はい。であとはですね、犬は嫌がりますけどやっとかないといけないのはいろんなとこを触るということです。例えば耳とかすごい嫌がります。あと手すごい嫌がります。あと足すごい嫌がります。尻尾すごい嫌がります。でもね、これをしとかないと他人の人とかは特に子供とかはやっちゃうんですね。急にギュッてギュッて、ほんならもう犬はびっくりして噛みついてしまったり吠えたりしちゃうんで、普段からいろんなとこに触れておいて嫌がる場所をなくしておく、これが大切だと思います。はい。まあ突然ね、犬のしつけの話をしましたが、これは基本的に特に小型犬を飼われる方はやっておいた方がいいんじゃないかなと思った私が思ったしつけです。はい。これだけやっておけば基本的に私は安心してこの子をいろんな人に見せれますし、噛まないですよって見せてあげれるんですね。はい。そんなとこかな。あと芸とかはね、まあまあそれはもうご自分が好きなように仕込めばいいだけの話です。やってほしい行動をやった時に大きく褒めてあげる。はい。それの繰り返しですね。はい。あと叱り方なんですけども、長く叱っちゃいけないんですよ。短い時間、例えば悪いことしたらハウスって言ってケージに戻すんですけど、それをケージに戻って閉めちゃって1時間とかそんな必要はないんです。ケージに戻ったことが大切なんです。こいつが悪いことしたなと思ったことが大切なんです。で、悪いことしたって分かってるからケージに戻るわけです。はい。で、まあ怒って数十秒、1分もしないうちに出てきちゃいますけど、それで十分です。怒られたと思うのが大切なんですね。はい。可愛いからなかなか怒れないんですけど、実は私の家もしっかり怒れるのは私だけで、一番怖いのが私になっちゃってるんですけど、どうしてもそういう人は必要です。はい。なのでその辺理解してしっかりしつければおとなしくて飼いやすい犬になると思いますし、基本的に犬は主従関係がある方がストレスを持たないと言われてます。群れを作る動物なのでリーダーが一番ストレスをためるそうです。なので指示を受けることがストレスになるんではなくて、指示を受けて主人が喜ぶことが犬にとっては幸せな一つですので、その辺は十分理解してやってあげたらいいんじゃないでしょうか。はい。カプリコ、おいで、おいで、おいで、ハウス。はい。なんかハウスっていうと私のところに来るようになっちゃったんですけど、はい、こんな感じですね。はい。本日は犬のしつけについてでした。お前あんまり知らんくせで偉そうにと思われたかもしれませんが、お許しください。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバーイ。はい。おいで。しこ。しこし。しこし。あ、おしこした。しこした。え、だっこだっこ。